あ、はじめまして。私の名前は肝臓くん。体の中でアルコールを分解するのが仕事です。黙々と頑張るので、沈黙の臓器と言われたりします。今日は皆さんにお酒や酔いについてお話ししながら、正しく楽しくお酒と付き合ってもらうために登場しました。沈黙の臓器なのに早速喋りすぎてしまいました。どうぞあなたの中の私に耳を傾ける気持ちでお付き合いくださいね。さて突然ですがクイズです。第1問、女性の体は男性よりお酒に弱くできている、丸か×か、さあどっち。第2問、ちゃんぽん飲みすると酔いやすい、丸か×か。最後の問題、ビール一缶なら1時間仮眠すれば運転しても大丈夫、さあどっち。答えはすべて今日のお話の中に出てきますのでお楽しみに。では始めましょう。まあそう固くならずに、お酒の話なんですから。